こんにちは、ママです。お久しぶりの投稿なんですけど、復活しました。イエーイ。前回の動画で突然のことで驚かせちゃったと思うんですけど、実は今回の入院の内容が摘出手術でした。3年ぐらい前から風邪をひいたりとか疲れた時に高熱を出しちゃうってことが何回かあって、ひどい時とかなんか入院になっちゃう時とかがあったりとかしたので、今後お仕事をしていく中で周りの方に迷惑かけちゃったりとかすることが多くなるのが嫌で、今回扁桃腺を摘出してきました。なので今回はその扁桃腺摘出手術の入院とかのお話をしていきたいと思います。まず手術の前日からママは入院だったんですけど、お昼に病院に行って診察してもらって、すぐ病室に行きました。でお昼から入院だったんで、お昼ご飯はなくて、で普通になんかベッドの上でゴロゴロしたりとかして過ごして、病院で夜ご飯を夕方の8時かな、8時ぐらいから、違う10時かな、あれ忘れた、入院食を食べて、で次の日が全身麻酔での手術だったんで、その日は寝ました。で手術が9時からだったので、朝7時ぐらいに起こされて血圧測ったりとかいろいろして、で9時までベッドの上で過ごしてくださいねみたいな感じでベッドの上で過ごして、で9時になったら呼ばれて手術室に行ったんですけど、なんかガラガラってやつで運ばれるんかなと思ったけど、普通になんか手術室まで歩いていきました。で全身麻酔だったんで、麻酔の点滴みたいな打たれた時に秒で寝て、でなんかもう確か夢見てたんですけど、夢見てる時に瀬戸ママさんみたいな感じで呼ばれて起こされて、でそしたら手術が終わってたって感じなんですけど、手術が9時から1時間なんで10時ぐらいまで手術だったらしいです。手術終了直後の写真がこちらです。バン、めっちゃ死にかけてますね。全身麻酔とか後から気持ち悪くなったりとかする人とかいるみたいなんですけど、ももはなんかなかったです。喉が死ぬほど痛かったかな、唾も飲み込めるぐらいめっちゃ痛かったんで、手術終わってすぐぐらいから6時間ごとに座薬とかを入れてもらってました。座薬とか痛み止めとか知ってても、1日目2日目3日目ぐらいは死ぬほど痛かったです。で基本コロナの時期なんで面会とかができないんですけど、手術の終わった直後とかは面会ができて、ママが病室に来て大丈夫だったみたいな、もしもしみたいな言ったら確か喋りかけられたんですけど、めっちゃ喋りかけてほしくなかったの覚えてます。普通になんか寝かせてほしかった。はい。でご飯はその後食べれないし、多分食べちゃいけなくて、その日の昼ご飯はなしで、夜からご飯が出たんですけど、全部あの汁でした。食べれないから固形物がなんかもうドロッドロのご飯みたいなやつと、ココアみたいなトロトロしてやつと、ちょっと甘い水とお茶みたいな感じでした。まあ普通に美味しくはなかったです。でその日は終わりで、次の日から若干ご飯がちょっと粒っぽくなってきたりとか固形物が出てきたりとかしたんですけど、早くねって思いました。なんか普通に喉死ぬほど痛いのに、めっちゃ普通にかぼちゃとか出てきたから殺すかと思いましたね。で大体1週間の食事はこんな感じです。ポン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 って、まあなんかちょっとずつ固形になっていくみたいな感じでした。最終日とか最終日から2日前とかはもうだいぶ普通のご飯みたいな感じでした。でご飯は食べようと思えば多分食べれたんですけど、喉痛いし、食べるのもなんか喉痛いのめちゃくちゃ頑張って食べるぐらいだったら痩せるのを狙ってあんま食べてはなかったです。8分の1とか、
8分の3ぐらい食べてました。あ、違うわ、半分ぐらいかな食べたんですけど、でもなんか食べてないのがバレると点滴を打たれて栄養剤みたいなの入れられるんで、看護師さんが今日ご飯どれぐらい食べれましたかみたいな聞かれた時はもう毎回9分目まで食べましたって言ってました。で、あと声がずっと出なかったんで、看護師さんとかが来ても携帯で打って、あの、痛すぎます、エコーお願いしますとか言って看護師さんとコミュニケーション取ってました。で、ももの場合全身麻酔のせいで熱が全く下がらなくて、手術の日合わせて6日間の入院だったんですけど、退院する日までずっと熱が下がらなかったです。37後半とかありました、ずっと。でも体は全然元気で、3日目ぐらいからめっちゃ元気みたいな、3日4日目ぐらいから体はもうめちゃくちゃ元気で、なんで普通にベッドの上で足パカとかしたりとかストレッチもやったりしてました。あと、もう血圧がめっちゃ低いんですけど、基本普通に上が100ないぐらいな感じなんですけど、寝起きとか毎回測られるんですよ。で、寝起きとかが毎回上が80の下が40とかで、なんか看護師さんの担当が変わるごとにめちゃくちゃ心配されて、朝フラフラするかもねみたいな言われてたんですけど、もう朝起きれないのはそれが原因なのかなって思いました。はい、ってことで今回の手術も全然何も考えてなくて、なんかももあったりとかするとすぐググったりとか、いろんな人の動画見たりとかするんですけど、今回の手術が割と何も考えてなくて、適当に「あ、やべえ、明日手術だ」ぐらいのノリで行ったんで、余計思ってたより入院中とかがきつかったんですけど、でもこれからちょっと立て続けに用事があったりとかしても熱とか出たりとかすることがないんだなと思うと楽なんで、やってよかったかなとは思います。もし扁桃腺の手術とかを考えてる方がいれば、ぜひ参考にしてください。はい、ということで前回の動画でたくさん心配してくださった皆様ありがとうございました。もう復活したんで、これからも元気に YouTube 上げていくので応援よろしくお願いします。ってことで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったらチャンネル登録とグッドボタンお願いします。バイバーイ。